私と人類に心臓を捧げよう。おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の
戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はヴォール・マリアを放棄、その活動領域をヴォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい貴様は、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、
誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。大丈夫か。捕まれ。引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサー・カーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日、配属陛下を問う。これにて、第104期訓練兵団解散式を終える。以上。人類の活動領域を囲む壁には、突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には駐屯兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間駐屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間、一
抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁外正面超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。そう崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる。マジで余計もどうなすよ。
僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。どうして僕の体は動かないんだ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら市川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。
本部に突っ込むなら今しかねえ。いけるか。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精じゃ伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。さすがに力尽きたみてえだな。you
レンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。一体何か。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。悪く思うな。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、はしてまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力、抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。
注文！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。もうすぐ今までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て。頭部から同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、
ちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉なら、まずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104期の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、様々な議論を巻き起こす。
作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ？殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。悪いな。なんで今頃？落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった？答えろエレン、どういうつもりだ？兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。私は調査兵団団長、
エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォール・マリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で、自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは、調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど、彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。あいつら、俺の動機は巨人に勝てますかね。はぁ、あ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すだよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしても釣りんなよ。うん、み
なんだあれ、早すぎる。巨人がいるんだよ、飛行士か。いや違うんだ、あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。遅い、さっさと決めろ。進みます。
それとは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。集結し陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だてめえ。そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。リヴァイ兵長、いや、違う、誰だ。ルカさん、エレン、止まるな。進め、エレンを守れ。お前、援護を頼む。メガタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクザ、かかってこい。刺し違えてでも倒す。やはりか、クード、メガタの巨人だ。ここで惨めに死ね。クソ、メガタに報いよ。見たか、すげえ。あのメガタが一方的に。とどめだ。ペトラ、早く体勢を直せ。
エレンはどこだ？多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって
彼はとある作戦への参加を命じられる。もういい。これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。調査兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。
女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ、足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です、確かに。全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。
ってください。もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！大丈夫ですから！なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ、行って。走らんかい。ここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか？ いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか？それになぜ馬が残っている？松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。聞いたか？今あいつが。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。コニー、今がどんな状況か分かってんのか？俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの？おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った。もう刀が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前らもう力入んねえ。ゲロ！おい、まだ生きてんのか？よかった、無事で。ああ、先輩たちが。よろ
ウルト。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちしまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ギルガーさんが。くそ。コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよ、これで。ユミル、何するつもりだ。さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。私の名前、ヒストリアって言うの。ウトガルド城の104期調査兵たちは、ハンジ率いる増援によって付近の壁城へと撤退。辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは、命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、
兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁城へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を、思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。助けるか、戦った全員助ける賭けに出るか。
俺は…ユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスタ食いやがった。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト。いいの、二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの。兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにして。母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺がケリをつけねえと。
今巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。
壁の向こうには海があるとアルミンが言った。海の向こうには俺は何があると思ってたんだろう。調査兵団は鎧の巨人ライナー・ブラウンと超大型巨人ベルトルト・フーバーからエレン・イェーガーの奪還を果たした。だがその犠牲はあまりにも大きかった。作戦を遂行した調査兵団は壁内への帰還すべく馬を走らせる。絶対にエレンを連れて帰らなきゃ。死闘の末ライナーたちからエレンの奪還を果たした調査兵団は多くの兵士を失いながらも無事に壁内への帰還を果たした。巨人の正体が人間であること、クリスタの正体がウォール教の秘密を握るレイス家の子女ヒストリアであったこと、そして鎧の巨人と超大型巨人の正体、この戦いを通して様々な情報を得た調査兵団だったが、ウォールマリア奪還のために再び動き出した彼らを巻き込み、壁内の情勢は大きく変化していくことになる。兵士たちの戦いは人類の手に自由を取り戻すその日まで終わらない。そして人類の命運を背負う調査兵団、その一翼を担う104機の兵士たち、彼らの戦いが再び幕を開ける。調査兵団がトロストクへと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため人目につかない場所に潜伏し、ハンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの硬質化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始の目処も立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール教の司祭ニックが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばしこの事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをピクシス司令の兵舎に移送すべくトロストクへ赴くが、兵長どうだ。道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気ぐらいが高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニバ、切り裂きケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。
ガキの頃に奴と暮らした時期がある。どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、奴なら平気で素人を使う。目標を集団でつけるときは両斜め後方と見晴らしのいい高台。ねえだ。ケニーバキュー、馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘にエレンたちを取り戻す。了解。アルミ、ジャン。はい、ジャン。まずい、アルミ、ジャン。ダメだ、一度引く。トロストク市街においてエレンとヒやむなくその場を離れ、エレンらを誘拐しようとした者たちを捕らえたリヴァイ班は、実行犯がトロストクのリーブス町会の者であったと知る。作戦に失敗した紹介を中央憲兵は必ず始末しに来るだろう。そう踏んだ調査兵団は紹介に取引を持ちかけ協力を約束させた。彼らの力もあり、調査兵団は2名の中央憲兵の捕獲に成功。中央憲兵への尋問の末、本物の王家はフリッツ家ではなくレイス家、ヒストリアの聖家であると発覚した。元凶とかつてのライナーたちの振る舞いを鑑み、ハンジは王政がエレンを求める理由をこう推測する。知性を持たない巨人が巨人化の力を持つ人間を捕食すれば、随意に巨人を操る力を継承できるのではないか。そして王政はエレンの持つ巨人の力を奪おうとしているのではないかと。調査兵団はヒストリアのジップであり、壁の実質的な指導者であるロッドレイスを確保すべく、そしてエレンとヒストリアを奪還すべくレイス領へと向かうことを決める。だがそんな時、リーブス町会が調査兵団に協力したと中央憲兵に漏れ、会長のリーブスがケニーの手により暗殺されてしまう。中央憲兵は彼らの殺害容疑を調査兵団になすりつけ、団長エルヴィンを連行、尋問を執り行った。いい加減に殺されろリヴァイ。教えてやったな、相手を追うときは前ばかり見るなって。
敵に穴が開けば。今だ、ソイ、最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよ、ドチビ。落とせ。遅い、さっさと決めろ。進みます。一度だけ許してほしい。自分を信じること。中道兵団あとは俺たちが引き受ける。よし、体勢が崩れた。エレン、軌道でとどめを刺せ。ハゼ散った肉煙の中からロッドレースの本体を探し当てたのは、他ならぬ彼の娘ヒストリアだった。ロッドレース巨人を仕留めたヒストリアは民衆の前で自らが真の壁の女王であると宣言。女王としての正当性だけでなく、己の力を民衆に示してみせたのである。その一方でケニーはレイス家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。お前は何だ、英雄か。ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない。
知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ。バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった。俺は人の親にはなれねえよ。ケニやるのか。うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。あありがとうな。兵員や物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロストクを出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で兵士たちはシガンシナクへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを取り戻すために。周囲を見渡せ。他の敵を捕捉し、投石来るぞ。セロ、外したか。いいや、奴は扉を塞いだ。馬が通れない程度になる。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たち、ここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク・ハンとマレーネ・ハンは馬を死せよ。リヴァイ班並びにハンジハンは鎧の巨人を仕留めよ。各班は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよう。あれはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。
目標獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちは無意味だったのか。いや違う、あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒る、兵士を叫ぶ、兵士を戦う。随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあれば、この注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて、獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。おい、どこに行く。止まれ。まだお前には用が。あいつを殺せ。かなり危なかったが、我々の勝ちだ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。俺は誓った。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ行こう、ミカサ。アルミン、またな。どいつもこいつも。地平線まで全て塩水。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。俺はこのまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。先生にいないって。やって調べたんですか。リヴァイ、ありがとう。アギー、エロイだ。
うしてですか。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだ。そうか。地下室で発見された3冊の本には、グリシャ・イエーガー氏の半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、敵内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、世界であること。壁内人類はかつて世界を支配していたユミルの民であり、世界はユミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、壁外の大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくることなどであった。間違いない。この場所で楽園奥にされた俺たちの同胞は巨人にされた。そしてあの先に、知れねえから触るんじゃねえ。うおね、見てよリヴァイ。巨人のクソじゃねえだろうな。なんだろうこれ、馬のクソかな。でも匂わないんだよねこれって。だがここの空気は悪くねえ。もう一度だ、とどめを刺せ。頭を吹き飛ばした。倒したぞ。やった、よっしゃ。俺たちが殺したんだぞ。動いた。
火の海にするつもりだ。その知恵を絞ってようやくできる抵抗はそうやってあぶられ続けることなのか。なら分かったよ、今楽にしてやる。エレンに託すの僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたまま、アルインの抵抗も硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。分かってたはずなのに、お前が誰よりも勇敢なことぐらい。シガンシナクでの死闘を終えて、調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても
自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、一度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団はついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。ほどの巨大な潮の湖があるって、僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげえ広いな。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。ウォールローゼ壁面の穴を捜索していた調査兵団はウトガルド城で獣の巨人の襲撃を受ける。絶体絶命の危機に陥った104機の調査兵たちの中にライナーとベルトルトの姿もあった。彼らは巨人化したユミルの力とミカサたち別動隊の加勢によって九死に一生を得る。そして辛くも壁上に帰還した一行の前でライナーは己の正体と目的を明かし、巨人の力を持つエレンとユミルを故郷に連れ帰るためベルトルトと共に戦いを挑んだ。どうにか二人の身柄を奪ったライナーたちだったが、すぐに追撃の手が迫る。兵団を率いるエルヴィンの捨て身の作戦によってライナーたちは捕らえたエレンを奪われ、せめてエレンを他の巨人に捕食させようと試みるが、エレンが発動させたある力に阻まれる。ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で囚われの身となった。そんな中ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークはどちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで1対1の戦いを行うことになった。逃げ切れましたか。のようだな。さて帰るとしようか。我らが故郷へ。